沿岸警備隊の紋章スウェーデン沿岸警備隊のカオサー2 1 2スウェーデン沿岸警備隊はスウェーデンにおける沿岸警備隊組織スウェーデン国防省の参加にあるスウェーデン沿岸警備隊の目的は了解、排他的経済水域、ベーネルン湖など一部の湖水域における治安の維持及び環境保全、監視活動、水産業の監視活動 税関業務などを行うことにある。その歴史は17世紀に設立された密輸、取締組織まで遡ることができる。本部はスウェーデン南部のカールスクローナにある。組織として東、西、南、北の4つの管区と航空隊で構成されている。全部で26カ所の基地を持つ。人員は約800名、約45隻うち3隻は ホバークラフトの船舶を有する。バルト海は、冬季決表するために対抗理性を持つ船舶も有している。航空機としては、2機のカーサ C-212 を保有しており、それは近いうちに DHC-8 に更新される。船舶、航空機とも青地に交代の塗装となっており、これはスウェーデンの国旗をモチーフとしたものである。ありがとうございます。